ダッシュで行こうぜ、どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。うわー、とっつぁんに捕まっちまったよー。ルパン反省。サムネのタイトルを見ていただいた通りなんですけれども、幅跳びの日本記録を出す方法を思いつきました。今回の企画、結構俺マジで楽しみというか、いけるでしょって思ってます。マジで？はい。スプリングシューズ。あ、無理ですね。最後までご視聴あれ。いけるって。これだってこんなに立派なバネだよ。前回ね、50m 走、見てもらって、見ない方がいいか。見ないでもらって、見ない方がいいって初めて聞いたの。これで幅跳びやったら自己ベストはもちろん日本記録も出ちゃうんじゃないかと。素人でもね、こんだけ立派なスプリングがあったら出ちゃいますよっていう検証です。でちなみに僕、幅跳びYouTube ベスト 5m30 です。 5m30、はい、一回飛んでみようか。分かった。まず今日の状態で、そこからどんだけ更新できるか。分かった分かった。このシューズで了解です。はい、大幅記録更新は間違いないんでね。その辺もね、しっかり楽しみにしていただいて、日本記録が出るか出ないかっていうのをね、手に汗握りながら見ていただいて。その手汗握った手で多分こう来る。視聴者はダッシュで行こうぜ。しゅうさん、今回は幅跳びの技術はもうどうでもいいんで、いかに記録が伸びたかっていうのを見ていきたいんで、今日実測でいきます。あ、実測でね。はい。実測っていうのは足が離れた位置からどれだけ飛んだかっていうことですね。わかりました。はい、じゃあしゅうさん、1本目いこうか。なんか今日俺の扱い雑じゃない？これさ、これで競技会終わってから2日後なのよ。なるほどね。まだ全然足ダメージある？やばいね。今日ね、3人とも結構みんなボロボロなんだよ。おう！やるか！よっしゃ、頑張れ！はーい。さあ、周平さん、ノーマル1本目。おお。どう結構飛んだんじゃない？ 4m61。 しゅうさん1本目 4m61。 3本飛ぼうか。飛ぼうかじゃねえよ、これ。4m96。 おいおいおい、ちょっと上がった。5m30 越したら冗談をおごってあげる。あいつ今日やる気ねえから、そこでも言わないと。そのイメージいらない、いらないって。おお、一番いったんじゃないか。来たでしょ。お、マジ 4m90。何の王だよ。で、周平さんの今回の自己ベストが 4m96。 ここからどんだけ変わるか。なるほどね。ダッシュで行こうぜ。このスプリングシューズ、重さは約片足 1kg あります。コマンして、これで靴紐をギュッて結びます。上に、ああ、なったこれ。なるほど。でカチャッと上にやったらこうなりますね。はい。でビョンビョンと。いいね、行くねこれ。でさ、行くよこれ。全然飛べない。飛べます。飛べるね。飛べます飛べます。さあ、記録は伸びるのかどうなのか。3m49。シュウヘイさん、ダメだって。もっと 6m7m 飛んでもらわないと。一本。はい、いったんじゃない？来たんじゃない？ 4m65。 全然じゃん。今の跳躍強一。強一？まだ編集でどんなのできる？なるかな。もう一回やってみるね。はい。If I take it down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes, ma'am. got me feeling for your body. You might turn me to a yes man. Oh yeah. 80 and I'm 40, I'm a nervous bitch. I'm flyer than your ex man. We ain't gotta go out. It's a 踏み切れ賞するとみてです。サッカーはこうどうなの？でも右で行っちゃえ。変わんねえ変わんねえ。はい。ごめん。打ち上がった。1本目。3m55。高すぎない。高すぎない。助走距離伸ばしてきた。はい。来た、ダブルアーム、ダブル2。いいよいいよいいよ。3m95。ああ惜しい。はい。来た来た来た。いけそういけそう。4m82。待って4mいかない。あれ。なんか踏み切りが潰れちゃった気がしたんで、ぽいこと言うな。ぽいこと言うな、お前が。お前が一番言っちゃいけないから、ぽいこと。それもすんな、ぽいことすんな、ダブルにすんな。2m35。立ち幅跳びだよ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会にさようなら。あ、こっちだ。オッケー。3m14。よしきの跳躍が一番好きかもしれない。ぽいことすんな。ぽいことすんな。きた一番。3m57。これボツだね。よしきさんでもすごいよ。俺とよしきさんどっちも3、40cm落ちてるから、スプリングシューズだけが3、40cm落ちるんだよ。そうだね。綺麗に。あ、そうだね。そういうことか。どうでもいいわ